各国で通常動力型潜水艦にリチウムイオン電池が採用され始めています。今回は海上自衛隊ですでに搭載されている燃料電池を詳しく見ていきますね。でも、スターリングエンジンも良かったですが、時代の流れでより強化された製品が生まれてきましたね。水素エンジンもこれからわからないですよ。搭載されるかはわからないですが、燃焼も水だけしか出ないエンジンで高出力ならね。海上自衛隊の潜水艦、ワクゲイが、中期防衛力整備計画、26中期防に基づく、2018年度計画3000トン型潜水艦8129号艦として、川崎重工業神戸工場で、2019年1月25日に起工され、2021年10月14日、同工場において挙工された命名、進水式を終え、日本の建造数も、毎年最新鋭の潜水艦が次々と就役している。今回は最新鋭の潜水艦にリチウムイオン電池がなぜ搭載されたのか深掘りしてみていくわけだが、他の次世代電池も採用予定だったのか納得のいく結果を楽しみにしてほしい。海上自衛隊潜水艦の謎はたくさんあるのだが、使用されている鋼材から推測すると、結構深く潜れるのではと思ってしまうが、実際のところ、機密情報であるので、想像に終わってしまう。もっとも、潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは、非公表かつ最高機密であるため、その実力は、推測するしかないが、通常動力潜水艦では、世界最高水準にあると言われている。海上自衛隊潜水艦について推定されているデータを紹介していくので、一緒に想像してもらいたい。2021年9月時点での海上自衛隊において最新鋭とされている潜水艦は、タイゲイ型であるが、すでに就役している潜水艦で、最新のものは、双流型潜水艦の中で、リチウムイオン蓄電池を搭載した。11番艦、王流。呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と、12番艦、東流、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊の2隻である。ちなみに、双流型潜水艦は、全長 84.0M、最大幅 9.1M、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦で、10番艦、双流までは、非待機依存推進、AIP である。スターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式であった。しかし、王流と東流の2艦は、ディーゼルエレクトリック方式に変更され、リチウムイオン蓄電池が搭載されたおり、双流型潜水艦の当初の計画では、先行中動力として、燃料電池の搭載が検討されていたことは、あまり知られていない。ここで言う燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことで、乾電池などの二次電池と違って、様々な燃料を補充することで、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面で、明るい未来のための研究が進められている。防衛省の防衛装備庁、旧、技術研究本部では、最初に、ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討していたが、使用する水銀が大量に必要であったため断念し、酸素、水素型電池の開発に方向転換して実用化にこぎつけたのであるが、潜水艦搭載にあたって燃料となる液体酸素の取り扱いへの不安を払拭できなかった。こういった経緯から、双流型潜水艦には AIP であるスターリング。機関の搭載が決定され、当時の技術研究本部では、その間も、次世代潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発に着手していた。リチウムイオン蓄電池の利点としては、鉛蓄電池の欠点であった、
水素ガスの発生がなく、エネルギー密度が2倍以上、かつ 1.5 倍以上の繰り返し満つる放電回数ができるほか、充電時間も短く、放電による電気容量低下が少なく、長時間の効率放電が可能であることなど、潜水艦に搭載する蓄電池として優れた特性を多数挙げられる。開発当初は、リチウムイオン蓄電池は、双流型の5番艦からの搭載予定であったが、対外型からの搭載に変更されるなどを経た後、結局、双流型11番艦の横流から搭載されることになった。搭載するにあたって、双流型のスターリング AIP 機関は維持され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法と、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法が検討され、AIP も含めて置き換える方が、結局費用が高くなるが、水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなる観点から全置換することが採用された。リチウムイオン蓄電池の採用によって、様々な面で高性能となったと思われるのだが、実は、スターリング AIP システム搭載艦と比べて、軸馬力が8000馬力から5600馬力に減少している。そのため、横流、動流は10番艦までと比べて、水中における瞬発的な最大速力は20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に低下しているという計算になる。ただし、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短く、10番艦までが最高出力20ノットを発揮できるのはわずか5分間である上に、連続潜航時の水中最高速度は16ノット止まりである。リチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたって持続的に高出力を発揮することが可能であるため、横流、動流の連続潜航時の水中速度は18ノットを維持することができ、さらに連続潜航時間が10番艦までは2週間だったものが1ヶ月に延伸されている。確かに半永久的に潜航できる原子力潜水艦と比べれば物足りないと思われる点もあると思うが、人間が乗り組んで運用される以上は、結局半永久的といえども食料の補給や乗組員の休養のために定期的に浮上することは必須であり、1ヶ月の連続潜航時間が可能であれば十分なのだ。従来まで使用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式の双流型では、フル充電のために必要なシュノーケル航行時間が5から7時間は必要とされているが、リチウムイオン蓄電池は急速充電ができるため、2から3時間でフル充電が可能であることから、作戦運用上のシュノーケル航行時間が大幅に短縮されることになり、敵から発見されるリスクが軽減していると言える。しかも、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の双流型では、AIP だけで潜航可能であり、シュノーケル航行をせずに潜航可能であるが、単独 AIP の水中速度は、5ノット程度になってしまい、第二次世界大戦時の潜水艦のみであるため実用的ではないだろう。実は、潜水艦の最大潜航深度は、最も重要で、最も機密とされるスペックであり、防衛省が公表したわけではないが、双流型の潜航深度は、600M から700M と予測されている。さらに、双流型の艦体には、NS110 鋼材という世界でも、最高水準の鋼材が使用されており、理論上は、1000M の水圧にも耐えられるため、最大潜航深度 900M までは可能だとも言われている。ちなみに、海外の通常動力潜水艦の輸出タイプのものは、スペックが概略公表されており、最大潜航深度では、ロシアのキロ級潜水艦で 300M 程度、ドイツの209型も 300M、214型でも 400M 程度と記載されており、原子力潜水艦における
最大先行深度は 500M から 700M と推測。アメリカの高性能原子力潜水艦、シーウルフ級などでは 900M から 1000M と言われている。米海軍の主力である、ロサンゼルス級原子力潜水艦で、600M の最大先行深度と言われていることから考えても、双竜型や次世代の、大義型の最大先行深度は、原子力潜水艦と比較しても、遜色がないため、中国やロシアの原子力潜水艦にも、十分に対抗できる性能を持っているわけである。潜水艦において、一番重要なスペックである、静粛性においても、海上自衛隊の潜水艦は、世界でもトップクラスであり、ただでさえ想像しい中国の原子力潜水艦と比べ、潜水艦としてのスペックは、はるかに優れていることは断言してもよい。